ジャズ狂いの寺田さんの家の前を毎日天才小学生が通るとのこと。何でもね、ランドセルを背負った小学生が縦笛でアルバート・アイラーのゴーストを吹きながら通り過ぎるんだそうだ。本当かよ。俺と寺田さんは固唾を飲みながら天才小学生がやってくるのを待っていた。すると縦笛の音色が少しずつこちらに向かって近づいてくる。ピポパポピポピポピー、来た。寺田さんが叫ぶ。縦笛を吹いた小学生が家の前を通り過ぎてゆく。しかし誰がどう聞いても笛の音はゴーストではなく峠の我が家であった。